おはようございます。関根和夫です。お元気ですか？この間ネットを見ていたらこんな文章が出ていました。嫌いな人との付き合い方という。まあ残念ながら私たちは、まあね、全ての人が好きということじゃない。全ての人を好きになることはできないわけなので、ちょっと苦手だなとか、ちょっと嫌いだなという人ってやっぱり何人かいらっしゃると思うんですよね。あんまりそれ人前では言いませんけど、やっぱり心の中で合う人合わない人っていると思うんですね。まあこの間見ていたその文章では、嫌いな人との付き合い方、7項目あって、1、距離を置く。2、無理に好きになろうとしない。3、変わってほしいという期待を捨てる。4、嫌な思いをしても絶対にやり返さない。5、そういう考え方もあるんだなと考える。6、理解しようとせずに許すことから始める。7、話しかけられたら無視はしないで軽く流すという。まあそんな7項目。まあ誰が書いたのかわかりませんし、責任を持って私、そうそう、この通りやればいいんだというようなことはちょっと言えないんですけれども。まあでも、先ほどもお話したように、私たちは全ての人を等しく好きになるということはできないですよね。話すのが苦手な人もいるし、質問されて困ってしまうこともあるし、なんとなくその人のこう喋り方とか関わり方、なんとなくこう重たく感じてしまう。ちょっと困るな、ちょっと嫌だな、と思ってしまうということは、おそらく誰にでもあるんじゃないかなと思うんですよね。で、例えばそういう嫌な人がいて、2ヶ月に1回ぐらい会わなきゃいけないのだ、というのであれば、問題はそれほど深刻にはならないかもしれないですね。でも、例えば会社で毎日会わなければいけないとか、学校で毎日会うことになるとか、そういう場合は難しいですよね。ついつい学校を休みがちになったり、会社を休みがちになったり、ということが起こってしまう。カウンセリングの現場でも、そういうことで悩んでる方々って少なくないですよね。まあ、無理に好きになろうとしないというのは非常に大切な発想だと思います。ただね、無理に好きになろうとしない。でも、その人の存在は大切にするということができると、随分楽になるように思います。例えば、嫌いということがあまりにも心の中に深く入っていると、あんな人死んでしまえばいいのに、とかね。あんな人いなきゃいいのに、とこう、消去法で考えるわけですけれども、いることは事実なので、いることはとりあえず認めざるを得ないから、まああの人がいると。私あまりこう、関わりもしたくないし、あの人がいることでなんか心が暗くなってしまうことがある、ということがあるとしても、好きにはなれないけれども、でも、その人の存在を大切にする、というか、まあもっとこう、もっとちょっとこう宗教的な言い方をすると、相手のことを、まあ神様にとっては大事な人なんだろうなと考える。ね。私にとって大事かどうかわかんないけど、神様にとっては大事な人なんだろうなと考えて、その人がいることを頷いていくというか。先ほど言ったようにこう死んでしまえばいいと考えるんではなくて、まああの人は病気にならず怪我もせず、元気に過ごしてほしいというふうに考える。まあそうするとですね、その人は結局敵対者ではなくなるので、少し心が楽になる。相手が敵対者だと、すごく心重くなりますけれど、でも相手が敵対者でなくなると、嫌いの度合いが軽減されるんですよね。まあその辺からチャレンジできるといいかなとも思うんですけどね。まあできることなら関わるいろんな人たち、好き嫌いというのは度合いがあると思いますけれども、みんなそれぞれ神様にとって大事な人らしいとね。私にとって大事かどうかわかんないけど、まあでも、まあ、とりあえず無視せずに、こうきちんと答えていこうとね。聞かれたことは答えていこう。できることなら、とりあえず挨拶だけはきちんとしていこうという姿勢は、もしかすると嫌いな人との付き合い方の中でとても大事な意味を持つかもしれないですね。ちょっとやってみたらどうでしょうかね。無理に挨拶しに行くことはないですけど、でも、顔と顔がね、目と目が合ってしまったら、こんにちはとこっちからね、こう頭を下げてみる、声をかけてみる。そういうところから始められたらいいかもしれないなと思うんですよね。
いやー、嫌なことって結構あるんですけれども。でも、まあそんな中で、できるだけ元気に、ね、前向きに進んでほしいと思います。良い一日になりますように。それじゃあまた。それが幸せ。それが幸せ。それが幸せ。